Greetings, fans. Minasan, yokoso. Next is a special program featuring Yoko Shimomura, best known as the composer of Kingdom Hearts. All the footage was shot and compiled just for Square Enix Presents in commemoration of Kingdom Hearts HD 2.5 Remix. So get your keyblades out and get ready to have the door to your musical heart unlocked. Don't miss this completely exclusive program.キングダムハーツシリーズのコンポーザー下村陽子さんが SEP のために取り下ろしてくださった特別番組です。どうぞご覧ください。下村陽子です。こんにちは。はい、キングダムハーツなどなどの作曲をしています。今回は、2.5 が出るということで、ちょっとキングダムハーツについてお話ししたいなと思います。私も長く、まあ、それなりに長く、ゲーム音楽を作ってるんですけれども、なかなかそのシリーズ作品で連続してやるっていうタイトルに当たることがなくて、本当にキングダムハーツは初めてシリーズとして担当させていただいて、それで今もまだこう継続して、思い入れのあるタイトルになりました。例えば1を遊んでくださった方が2を期待されるときに、こう1の音楽の方が良かったとか、その新作が出て前の方が良かったって言われるのがやっぱり一番嫌なので、やっぱり1の時って作曲しててもしんどかったし、辛いことはいっぱいあったんですけど、回を増すごとにその今まで書いてきた曲が増えていくわけじゃないですか。でその今まで作った曲よりもいいって言ってもらえる曲を作っていかなきゃいけないなっていう、そのプレッシャーはすごく感じてますね。で姿勢としてはやっぱりもうそのとにかくプレッシャーに負けないようにっていうのは意識してます。はい、こういう仕事をしてると本当に10年先とかって自分がこの仕事ちょっと続けてられてるかどうか分かんないなって思いながら、本当に毎年毎年いつも曲作っていってるので、タイトルとしてもこんなにすごく人気になって、しかも自分がそうやって続けて担当させていただけるようなタイトルになると思っていなかったし、また自分もやっぱりあれから10年以上経って、今もやっぱりこうやって同じように曲を書かせてもらえてるっていうことはすごくでも幸せだと思ってますね。本当に驚いてます、いろんな意味で。ちょうど開発してた頃は、タウンバトルっていう、まあ、仮タイトルがついてて、トラバースタウンの、バトル曲として書かせていただきました。1の時ですね、初代 でこの時はすごく明るくて力強くて楽しくてやる気が出るようなバトル曲を作りたいっていうので、パッと思いついたのがこの曲のフレーズだったんですね。で当時はなんかもうちょっとその最初が暗いシーンがあるので、もうちょっと暗いバトル曲みたいな感じにしようって話が出てたんですけど、なんか私はこの曲でやりたいですっていう形で、後半はその明るいバトルでいきましょうっていう風に感じになって、前半と後半だけちょっと珍しいんですよね。あんまりそういうことないんですけれども、そのタウンの中で前半はその前からちょっと流れてるバトル曲でちょっと暗い感じの曲なんですけれども、後半はパキッとこう明るくいくみたいな感じで、まあ、これもやっぱりこういう明るいバトル曲やりたいっていうのを言ったら、それがまあ叶ったっていう、その一つですね。はい、thank you.
私何度かあの話したことがあるんですけど、ものすごい飽き性で、あのすごく熱しやすく冷めやすいので、何かやっても長続きすることってあんまないんですよ。でもすごく、ね、こう夢中になって、音楽だけでもいろんなやっぱ楽器をやりたくて、結構あれやこれや手を出して、で最終的に続いたのが、まあ、ピアノだけだったんですけれども、まあやっぱりちょっとピアノ決して私上手くないので、あのピアノでなんかするっていうのはやっぱ難しいかなと思って、いろいろでも音楽の仕事したいしというので、じゃあちょっと作曲面白そうだし、なんか曲作ってみたいし、やってみようかなみたいな感じだったんですね。で当然周りも私の両親ですら、まあ、2、3年ですぐ辞めるだろうと思ってたみたいなんです。で私自身もそんな長続きすると思ってなかったので、それがね、25年も続けられてきたっていうのは自分でもびっくりですね。でもね、続けられたっていうのはでも自分の力だけじゃやっぱりなくて、本当にあの協力してくださる皆さんとか、あの支えてくださる皆さん、助けてくださる皆さんとか、本当にあってのこと でやっぱりあのファンの方のお声がすごく嬉しくて、結構へこんだりした時にファンの方から直接いただいた覚えとかを思い出して、こうすごい奮い立たせて、でそういう積み重ねで25年来れたんだなと思ってます。やっぱり書きたい曲がある限りは続けたいと思いますし、聴いてくださる誰かがやっぱり聴きたいって思ってくださってるうちはやっぱり頑張りたいなと思ってます。本当にこれもあのキングダムハーツのファンの方からもたくさんすごい嬉しいお声いただいて、まあ、すごく悲しいバトルなんですよね。でもあのバトルらしくないバトルとか、よく言われるんですけれども、まあ、元々はその、まあ、ロクサスという、登場人物、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、ロクサスのテーマ曲っていうのがあって、でそれがあのファイナルミックスというあのちょっとこう追加要素のあるあのタイトルになった時に、その曲でバトルをしたいので、その曲を激しくしてほしいっていうふうにこうオーダーがあったんですね。で激しくしてほしいっていうと、もともとの曲が結構こうなんかこうあの音数の少ない儚い感じの曲だったので、どう激しくするんだろうと思って、結構どうしようかなって思ったんですけど、まあなんかそのまあ、哲さんがすごい、まあ、ピアノが好きだっておっしゃってたので、じゃあちょっとピアノでなんかピアノコンチェルトみたいにしたらどうかなみたいな感じでやってみたら、意外とちょっとハマって、すごい私自身も作り始めてからはノリノリで作って、もうこれで完璧だろうと思ってデモを出したんですけど、その哲さんから帰ってきたのが、もっと盛り上げてほしいって言われて、いやもう精一杯ですって言ったけど、いやでももっと盛り上げてこう押し問答があって、もう最後の最後にもう本当泣きながら作ったんじゃないかっていうぐらい、最後は結構こうもう自分の中をいっぱい悲しい思いでいっぱいにしてすごい作って、そういう意味でちょっとしんどかった記憶がありますね。はい、thank you.
はい、では、改めまして、今の、ジャズ・ア・プロミス、先ほどのハンド・イン・ハンド演奏してくださったピアニスト中山弘之さんです。ありがとうございます。はい、どうだった日やっぱりあの曲は何回か、演奏させていただいてるんですけれども、やっぱりこう弾き手がこうその世界観に入り込めるメロディーというか、やっぱりこうまあそのなんていうの、盛り上げるっていうバトルで盛り上げるっていう感じで、まあピアノ1台なんですけども、そのピアノ1台でもオーケストラのようなこう盛り上がりとか、でもその無理しなくても曲がそういう風になってるということで、その気持ちがすごくこう入り込めて、でまあ本当に演奏回数多いんですけども、なんか弾くたびにまた新たなこう発見っていうのもあって、すごく今回の演奏も気持ちが入って演奏できたと思います。もう何年になりますかね。何年だろう、何ですかね。なんかね、そう、あのオーディション、はい、そうなんですよ、オーディションだった、オーディションで受かったんですよ僕。そう、あのその最初のあのハンドインハンドがちょうど収録されてる、はい、キングダムハーツのピアノコレクションズ、あの最初に出たピアノコレクションズ2枚出てるうちの1枚目のね、あの時に私すごくやりたいことがあって、あのピアノってこんなすごいことすごいのよって、こんなことできちゃうのよみたいな、例えばすごいゲームの音楽が大好きな人が、まあ、ピアノをやろうと思った時に、これを弾きたいと思うから毎日練習頑張ろうとか、そう思ってもらえるようなピアノ曲集にしたいっていうコンセプトで、あのピアノコレクションを作りたいっていうふうに話をしたんですね。だからあの誰でも弾けるようなんじゃなくて、どっちかっていうとすごく技巧的なものが作りたいっていうので、クラシカルなこう演奏技術を持ってる方で、でもあのそういうスタジオに入ってレコーディングされてたり、その誰かのそういう例えば、まあ、そのゲームの新曲とかを弾いたりっていうのをしてくれる方っていうのも思いつかなかったのよ全然。でそしたらあのオーディションやりましょうかっていう話になって、あのオーディションに現れたのが、ね、あの時ね、中山さんでしたね、はいはい、あの今だから言えるんですけど、何あのオーディション絶対僕やりたか、あの絶対これ弾きたかったんですよ、はい、もう絶対これなんとか取りたかったんですね、はい、受かりたかったんです。でもそのオーディションの1週間前ぐらいまでずっと海外に行ってたんですよ、またで全然ピアノ練習してなくて、で帰ってきてから猛練習してそのオーディションに向かって、 でもその思うようなこうやっぱりちょっとね、なかなか弾いてないと難しいところがあるんで、思うようなプレーができなかったんですけど、なんかねすごいね、アピールしたんですよ。でもすごいなんかでも謝ってた謝りながらも自分はあの自分も一応作曲をねする人間だから、なんかこういろいろ使いやすいですよみたいなアピールをしたんですよ。そうだったっけ。弾くのはもっと まあ、まだね上手い人いるかもしれないけど、いろんな意味で使えますよ本当に私なんかねすごいあの謝ってて、あのなんか こんなんですいませんみたいな感じのことをなんかね、そうもうちょっと言い方は違ったと思うけど、えらい腰の低い人だな、こんなにピアノ弾くのにと思って。いやでもね、その多分謝ったのはそのやっぱ1週間前にちょっとあんまり練習できてなくて、だけどなんとかしてやりたかったんで。なんでそんなに曲聴いていいなとか思ってた。思ったんですよ、直感、違う、直感的に、直感的にその譜面見て、あこれ結構なんていうの、ピアニストに技巧だとか音楽的要素全て要求してるなっていうのが分かったんですよ本当に、まあ、いやいや、だからちょっとあこれちょっと自分のまだその当時全然自分も仕事をこういう仕事させていただけてなかったし、で自分も昔ゲーム好きだったし、でたまたまやってたあるゲームの作曲家が下村さんだったみたいなね。マジですか。もうそれが聞いた時にもう感動しちゃって、でしかもその人がピアノのことが結構好きだってなったら、ちょっとなんとかしてあのオーディション結構自分の中で分岐点だったかもしれないですね、このゲーム音楽に入ってくる中で。1曲目のハンドインハンドは懐かしい。懐かしかったですね、もう 4,5 年前ですかね、うん、
やっぱり昔弾いたことある曲とかすごいやっぱり、まあ、今回また弾いてみてまたやっぱり新しいこうなんて言うんでしょうね新鮮な部分があってでまた新たに見直してあこういうふうに今回は表現したいなとかすごくでもあれもなんかいい曲ですよねなんかこう、ま、弾むみたいなこうなんて言うんでしょうね、そうね、うん、やっぱり楽しい場楽しい、うん、だからすごく懐かしかったですね、うん、懐かしかったでね同じバトル曲でも全く真逆の方向の2曲目の、はい、2曲でした ね, ね, あのジアザープロミスもこれもね、うん、つい先日、はい、あの今度出る 2.5、はい、で実際にゲームの中の音楽でなんと中村ひろきさんが演奏してくださってます。そうなんですよ ね, ね本当にこれもだから思い出の曲でピアノコレクションズで弾いていただいて今回 2.5 でも弾いていただいてライブでも弾いたし、あ、ライブでも弾いてます、うん、だからやっぱりレコーディングの時もあの曲最後に持ってこようと思ってその一番こう思い入れがそうなんかすごいねあの違うなんか入り方がやっぱりもう最後それを取ってこうみんなでこう終わりにしようっていう感じで、うん、思い出の曲がもう一曲ありますね。キングダムハーツではい、はい、ありましたけど、はい、で今回はい、連弾にね連弾にね、はい、なんかなんか私も弾いてとか言われたんですけど、はい、ちょっと私一人で弾くのはちょっと自信がないし、はい、じゃあ一台で弾けるように連弾にしますか。 でもまあ時間もないのでまあ、短くていいですよねとか、うん、あ全然いいよなんか 1,2 ページとかでいいからって言って次の日に譜面が送られてきたら6ページぐらい7ページ7ページ、 ページこれライブっていうかレコーディングでやったピアフデュオとまんまの尺なんですけどこれを今から連弾用で練習しろとみたいなびっくりしたね。なんかほらこの前のレコーディングの時にちょこっと遊びで弾いて、はい、連弾できんじゃないのとか言って冗談で言ってたけどあの時遊びだったからちゃんとなんかペラペラって弾いただけなんだけど実際にこうやって弾こうとする、うん、なんか指ぶつかって腕邪魔みたいな足踏むなみたいなね。そうそうそう、いやいや踏んでないって足踏んでたから本当大変申し訳ございません。 いやもう手がぶつかります。手がぶつかりますよね、でもなんかすごい身近にいてまたそれはそれで楽しいんですよね。そうでも息はね、息はね、合いやすいですよく、ね、これは本当にでも今回おそらく多分もう連弾で弾くってそうないよね。ないかもしれない、ね、ない。また喧嘩するからさ足踏んで踏んだとか。いやでも大丈夫ですもん。テープ使ったとか。いや大丈夫です。またそれもそれでいいじゃないですか。うん、まあね、まあそんなわけで次はいつ聴けるかわからないという今回、はい、初めての連弾バージョンで最後の曲 Dear Be Loved お届けしたいと思います。
今日本当、はい、たくさん演奏していただいてありがとうございました。なんか久しぶりにこんななんかで、ね、久しぶりっていうかこういうなんかホールでじっくりなんか自分の曲を、ね、たっぷり演奏聴かせていただいて楽しかったです。ありがとうございました。見てくださるファンの方も喜んでいただけると嬉しいなと思ってます。はい、実はまた下村さんの前でピアノ演奏をすることができてすごく幸せでした。またご一緒できたらいいなと。また一緒にピアノ弾きましょう。はい、頑張ってまた曲も作っていきたいと思うので、はい、応援していただけると嬉しいです。どうも見ていただいてありがとうございました。